では10レース西日本一予選1着となりました松浦優衣選手です。1名でございます。ありがとうございます。所定なんですけども、新井選手がスタートとられまして、中断になりましたけども、そのあたりはいかがだったでしょうか。どっちが前後でも、中断が一番いいかなと思ってたので、よかったです。NBC 選手との、作戦としてはどういった作戦でしたか。スタートがちょっとどうなるか分からなかったんで、僕が取った位置から自分で考えて仕掛けてくれっていうふうに言ってて、最終バックは先頭で通過してほしいっていうのは伝えてました。バックのところで、一度仕掛けて、4コーナーあたりで一度、中断で止まったと思うんですけども、そのあたりはどうですか。僕は見えてましたし、本人が長いなと思ったから休んだんだなっていう感じで、必ずもう一回ホームで仕掛けてくれるっていうふうに信じてましたし、思った通りな仕掛けだったんですけど、ちょっとやっぱり隅田さんはちょっときつかったかなと思います。1コーナー過ぎで隅田さんがさばかれたあたりはもう確認できたました。1コーナーは見えなかったんですけど、2コーナーぐらいで後ろ確認したときに、もう2人だなっていうふうには見えましたね。最後、しっかり車間切って、結構切りすぎてたのかどうかなっていう感じだったんですけど、そのあたりはどうですか。思いのほか空いてしまって、ちょっとやばいなと思ったんですけど、なんとかかわせましたね。しっかりとさせたところで、状態の方はいいですか。もう一つ欲しいなっていうところはあるんですけど、なんとか体の使い方でカバーして、まだまだ上積みありそうな感じだったんで、明日以降しっかり頑張りたいです。まだこの先ちょっと長いですけど、自転車また触ったりとか、それとも体の方とかありますか。自転車は触らずに体の調整というか、生活気をつけて、ウォーミングアップで使えた体の使い方ができたらもっと上積みあるんで、そこをしっかり入念にチェックしてっていう形になるかなと思います。1着スタートということで、逆故障も見えると思いますけど、もちろんそこは狙っていきたいところですか。はい、もちろんです。5走すべてで、しっかり車検には貢献したいと思ってます。では、最後に明日以降の意気込みをよろしくお願いします。はい、状態、ある程度いい状態だったんで、明日以降もしっかり戦えると思います。応援よろしくお願いします。